カブリトパークってどういう意味なんですかね。どういう意味ですか、カブリトパーク。知らない。ゲーム散歩とは、生草坊主ナムがいろんな人とゲームを散歩して世界の見え方の違いっぷりを学ぶ修行です。今日のゲストはこの人。ヤギの視点なんですね。しょうがないですね。これなんでヤギなんですか。いや、僕に聞かれてもわかんないですよ、それは。タイトルがゴートシミュレーターなんで、多分このヤギの、ヤギになってシミュレーションしてみると。これなんだこれ。激しい。めんどくさいことになっちゃいましたね。あ、でも今のでどうすか。これによって結構俯瞰して見れましたね。見れました。今ああいうふうにやっぱり花火だけどロケットで打ち上げて、やっぱり人類っていうのは地球を把握しようとしてきた。あ、そういう交渉ですね。なんかロケット一つですね。高いところに行ってみるっていうのはまあ一つの知恵ですよね。なるほど。もう一回言っていいですか。人間の知恵を用いて、はいはいはい、これ何個でもいけるんですか。わかんないです。このあと何個か言っていいですか。どうした、どうした。うん、わかるわかるわかる。すごいすごいすごい。わかる。あ、すごいっすね。あ、いい景色。え、いい景色。ちょっと俯瞰して見れます。さっきの花火でもちょっと見れましたけど、うん、ちょっと高いとこ登って見れます。高いとこ、ちょっとこさっき一番高かったです。だってあ、本当。あれ見ます、あのマップというか一番最初の選ぶときのゲーム始まる前の。そう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 、あそこ一番俯瞰してますよ多分。あ、ちょっと見てもらっていいですか。地図を見るみたいな感じ。うん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 、そうそうそう。全体を見たい、全体像っていうか、ね、これでいいですか。あ、大丈夫です大丈夫です。あ、なるほど。さっき言ったのがこのゴートシミュレーター。あー、のところがゴートシティベイです。あー、ね、多分全然行ってないんですよ。この他にもいっぱいあって。何箇所ぐらい、これ今行った場所の6倍ぐらいはあります。あります、はい、こう全体でね、こういう土地なのかっていうのをちょっと高いところに行ってみる、うんうん、さっきみたいにあの花火で見てもいいけど、はいはいはい、ちょっと把握するとどういう土地、どういうそこであの活動っていうかね、暮らしが営まれてるのかっていうのはちょっと俯瞰して見れますね、うんうんうん、この奥とかすごい荒廃してる感じ。どうなってんすか。荒廃っていうか街がないね。ないですよね。もうだって雪みたいな、氷河地帯みたいになってますもん。そんな中にこっちを渡っていけるのかな。でもなんかそこまで鉄道は伸びてないですね。やっぱりこの域内で鉄道は完結してるか、ぐるぐる回ってそうな感じの。そうっす ね, ね、なんか槍から入って今ね、真ん中来てますね。どこ行くんですか。これ多分右から出てくるんじゃないですか。ものすごい斜面ですよ、この右上の。出てきますかね。出てきたビッグサンダーマウンテンバリの斜面ですね。それディズニーランドっぽい感じはある。なんか、あ、というか全体が、ね、その海沿いのなんかちょっとテーマパーク公民の、でもなんかよりはちょっとなんか暮らしも見えれる感じがしますよね。だって住んでましたもんね、ジャージ着てみんな、うんうん、そのエネルギーとか資源とかをの流れを見ていくっていうのも、うんうんうん、この都市を見る視点としては有益かなと思うんですよ。あ、なるほど、ね、であの方法としては例えばマテリアルフロー分析って、まあ、他にもいろいろあるんですけど、はいはいはい、一つはマテリアルフロー分析っていうのがあって、はい、でそれを例えばこの地域をシステムとして捉えて、はい、でここでどういうふうに生産とか消費とかこの経済活動が行われているのかっていうのを見る、プラス外からどういうインプット、資源とかエネルギーとか、はい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 、食料のインプットがあるのか、あるいはここから外にどういうアウトプットがあるのかっていうのを見ていくっていう。なるほど。でそのバランスを見ていくっていう視点なんですよね。町、はいはい、うんうん、ま、のその循環系を読み解くみたいな。そうですね、物の流れを見ていくって感じですね。あ、なるほどね。でちょっとまずはちょっといろんな経済活動というかね、この中でどういうあのものがポイントとしてあるかっていうのを見ていきましょうか。はい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 、うん、何があるんだろうな、まあ、一つはなんか交通とか流通とかね、物を運ぶとか、さっきトロッコ、うん、トロッコがあったし、車でしょ、車が結構は台数走ってましたね、はいはい、あ、であとボート、ね、ボートありますね。あとグラフラーとかはあんまり関係ないこれけどさっきあの、あ、気球もある。気球ありますね。すごい多様なモビリティがありますね。モビリティすごいですけど、まあ、ヤギも乗れるかもしれないし。そうですよね。あとはやっぱり乗り物があるってことはそれが燃料
ありましたね、さっき、うん、タンクありましたね、タンクありました、ありましたけど、やっぱり燃料をが必要になっていると思うんですよ、化石燃料か何かしら、うん、だからその辺が域内から供給できているかどうか、あるいは外から運んでるか、さっきのタンクとかね、あったりしたんで、多分外から輸入してるんじゃないかなと。自分たちやるわけじゃなくて、うん、発電所を持ってないですか、この人たちは。かもしれない。燃料はそういうのを使っている、あの域外から輸入してるっていう可能性がありますね。あとさっき、ここの図には映ってないんですけど、うん、風車がありましたね、風力発電。ありましたね、ありました。3基ぐらい大きなのがあって、あったああいうのも、だから、域内で発電もしようという。他にでも発電所みたいなのあります？火力とかさっき見た感じなかったですけどね、あんまりね。この町はどうなんですかね、そのバランス的には。例えば災害に強いだとか、まあ、結構消費してる町ですよね、なんとなく。エンタメ集がしますよね、すごい。エンターテインメント。でもなんかこの図ではちょっと見れ、ね、マップでは見れないけど、結構普通に住宅地みたいなところがあったり、あと高層のビルとかもあったんで、うんうんうん、生活場合と飲まれているっていう感じだったんですけど、産業が確かにそういう観光とかエンターテインメントとか、うん、そういうところかもしれないですね。これってあんまり畑とか田んぼとかないっすよね。ないですね、自分たちでやってる感じは。あんまり広いこう ね、まあ、でもこっちがこのあるのかもしれない。ゴート MMO の場所はこれだって家畜やってますよね。なるほどなるほど。ちょっと見てます。近日公開。まあヤギ？ヤギなのかな、うん。これ家畜でもないな。だけどなんかちょっとこれもエンターテインメントっていうか、ちょっとああふざけてるやつかこれ。ふざけてるかわかんないけど。ふざけてる。なんか魚がいますね。さっき走ってましたよね。あ、全然家畜じゃなかったですね。うん、なんかエンタメっすね。この街ダメだなこれ。いやまだそう決めつけるのはないです。そうですか。うんうん、あ、こうやってちょっと見れるんだ。ここ見てます？うん。うん、これダメだこの町。ダメだこの町。引きずってダメだ。これダメですよこれ。倫理がサステナ倫理も崩壊してるし。崩壊してるし、岩も走ってダメだ。サステナビリティかけらもないじゃないですかこの町。ないですね。心配ですね。ちょっと見てみましょうか。他のやつ見てもね。まあだけどサステナビリティっていうのは時間軸を含んだ概念なので、うん、将来世代にわたってはこれダメだ。アウトブレイクしてるじゃないですか。アウトブレイク、アウトブレイク後全然維持できませんやんこの街。ゾンビに。あ、でもこれもエンタメなのかな。でもこれ左なんかデモやってますね。あ、だからすごいガバナンスも取れてないってことですね。ローカルガバナンスも破綻してるっていう。政治内室の不安も募っているし、すごく安全性もかなり危ない。感染症とかも怖いっすね。危ないです。だからそういう意味でもやっぱりその物質収集だけじゃなく、サステナビリティって物質だけじゃないんで、そういう安全面とか教育とか、ね、あの雇用とか、いろんな側面があるんで、健康とか、なるほど。だからそういう意味ではやっぱりちょっとこれ何にノーって言ってるんだろう。いやゾンビでしょこれ。あ、ゾンビノーって言ってるのか、うん、人対ゾンビ、人対ゾンビ化してますね。ここ行っていいですか。はいはいはい。ペイデイどうですか、なんか読み取れますかここから。まあなんかイルカが車椅子に乗っている。でもこれ福祉が充実してるってことですよね。福祉が充実かわかんないけど、まあ確かに福祉の概念はあるっていう感じですね、はい、確かにこの車椅子の形状を見て、すごいちょっとカラーバリエーションあるんで、うん、うん、その辺ちょっと配慮があるかもしれないし。フラミンゴ、フラミンゴ足を大丈夫か。あ、足達者、うん、ですよこれ。細いだけで、うんうんうん、ラクダは一コブスね。ほんとだ、うん、ちょっとここも行ってないですね、はい、どうですか。スペーシーですね。ああ、うん、おホルスタインでしたね。ってことは乳牛がいるっていうことなんで。いるじゃないでしょこれ。でだって異空間から出てきてるじゃないですかこれ。輸入してんす。いやこれ輸入なんですかこれ。輸入してんすよ。あ、こういう形式での輸入。でもこれ結構エネルギー消費しそうですね。これ維持するの。高そうだよ。こういう輸入を取ってんだここは。そういうことか。なるほど、ね、ちょっとこの辺はちょっと分かんないですね。あんまりこういう輸入の仕方っていうのは、この牛1頭これ運ぶだけにどれだけエネルギーかかってんだっていう、うん、いや結構もうだいぶかかってるんじゃないですかね。あ、この町のことだんだん見えてきた。見えてきましたね。あ、そういう意味でここは、ね、パッと飛び地かもしれないですね。
つまりその外の地域と直接なんか道路とかつながってるわけじゃなくて、はい、うん、こっから全部輸入してるのかもしれない。あ、さっき言ってた鉄道はもうここで完結していて、うんうんうん、この町はもう、うん、一つのパッケージとしてなっていて、うん、もう外とのインプットはもはや、うんうん、ここかもしれない。これこれそこ、これかもしれない、全部。なるほど。だからこれとこれだからどんどん域内にこういうホルスタインが入ってきてるっていう状況があって、うん、あと外にどういうふうにそのエネルギーが出てるかっていう、出てるかっていうね、うん、まあ、例えばすごい大気中に出る、うん、その二酸化炭素とか、うん、そういうもので排出されるっていうのはあるんですよ、はいはい、あとは牛とかだとやっぱりメタンとかね、うんうんうん、それガスで、うん、あのアウトプット出てるっていうのもあるし、あとはさっきゴミ箱とか結構ありましたよね。ありましたありました、うん、だから廃棄物処理みたいなこともやっぱこの町はそれでもやってるっていう印象ありますね。なるほど、うん、ちょっとここ最後見ていいですか。はい、教会かな。教会ですか。つまり祈りっていうのが身近にあるというとも言えるかもしれない。なるほど、うん、これゴミ、全部ゴミ袋ですね。本当だ、さっきゴミゴミ言ってた。ここに貯められてますよこれ。あ、アウトプットできてない、できてないかもしれないですね。ここはだから処分場になってるのか、埋め立て地になってる。だからゾンビ出ますよそれ。改善の余地がありますね。これ悪い循環ですね。このヤギもちょっともうドン引かしてますね。いや全然ダメですよこれもう、うん、骨が見えてますもん。うん、いやここに全部集結しちゃってんだよこれ。うん、こっからホルスタイン入れるのはいいけど、うん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 、なんかアウトプットが結構ダメな循環系を描いてない感じしますよね。だってゴミこんなことしちゃってんの。改善の余地ありですね。ありますね。まあそういった風に見て、あの街を見ていって、うん、その街を捉えていくと、まあ、だから目に見えるものだけではなくて、はいはいはい、中のものの流れ、エネルギーの流れとか、うん、そういったものをこうちょっと考えていきながら見るっていう視点も大事かなと思います。なるほど、ちょっとすごい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ボートシミュレーターでいろいろ学べました。